岩手ワンコ広報室。今週のテーマは熊出没注意、GG 被害防止対策。岩手県は全国的に見て熊による人身被害が多く、今後も注意が必要です。被害をもたらす熊を適切に捕獲するほか、人と熊の住み分けなど生息環境を整備することも重要な対策です。岩手大学では熊の生態を明らかにするための研究を行っています。ケアトラップ調査といいまして、森の中に餌をぶら下げて、でその餌を食べにクマが来ます。で周りに有刺鉄線を張ってあげて、その餌を食べに来た時に、毛が引っかかるので、その毛から DNA を抽出して個体識別して、で最終的には生息頭数を出すという調査になります。はい、それによって、捕獲するための上限というのを設定しています。それと政策上の上でもクマの数を把握するというのは重要になります。はい、登山やキノコ採りなどで山に入る場合だけでなく、普段の生活でも熊への注意が必要です。やっぱり人里と森っていうのをちゃんと分けるための、草刈り、こまめに行って境界をはっきりさせてあげるというのが重要だと思います。果物やってる農家さんとか、よく山の近くに廃棄を捨てちゃったりするんですけども、動物が寄ってきてしまう、クマが寄ってきてしまうということがあるので、そういったゴミの処理というのも適切に行ってほしいなというのを思います。山の中はやっぱり動物の住処になりますね。クマももちろん生息していますので、山に入るときは自分の存在を知らせるために、こういったクマ鈴であったりとか、クマ笛、こう笛を吹いて自分の存在を知らせるクマ撃退スプレーとか、こういうのも持ち歩いてですね、自分の身を守っていただきたいというふうに思います。クマの出没に注意や意識を高め、人身被害を防ぎましょう。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。